新薬師寺本堂である。かつて新薬師寺は、なんと10大寺に数えられる大寺院であったが、平安時代には、金堂など主要堂を失った。伽藍の中心から外れた位置にあり、損壊を免れたこのお堂を、本堂として現在に至っている。哲学者の和辻哲郎は、古寺巡礼において、この堂について次のように記している。この堂の前に立ってまず嫌おうなしに感ずるのは、やはり、天平建築らしい確かさだと思う。あの簡素な構造をもってして、これほど偉大さを印象する建築は他の時代には見られない。しかしこの堂の特徴はいかにも軽快な感じである。そこから来る優しさがこの堂に全面的に現れている。それはおそらく、天井を省いて化粧屋根裏とし、全体の立ち位を低くしたためであろうと思われる。さて、和辻は、天井を省いて化粧屋根裏とし、全体の立ち位を低くしたことによる軽快さをこの堂の特徴としているが、これはこの堂に限らない天平時代の標準仕様だったのである。奈良時代の建物の多くは、平安鎌倉時代に改築を受けていて、いくつかの建物で、野屋根という建築技法を取り入れた。野屋根とは垂木と屋根の間に空間を設ける建築技法である。野屋根を設けると、屋根は高く傾斜は急になり、重々しい感じを与えることになる。東照大寺金堂はその一つで、改築によって 2.8 メートルほど屋根が高くなっている。他にもこのように、屋根の傾斜の改変を受けたものに、東照大寺高堂、法隆寺夢殿などがある。新薬師寺本堂は、屋根の勾配に関わる魔改造から免れた幸運な建物である。緩やかな傾斜による屋根の軽やかさと長い桁雪による安定感がそこにはある。とはいえ、この建物も鎌倉時代に改築が行われた。外観では建物前面に雷堂が設けられた。これは明治時代の写生図です。側面図を見ると、本屋の側柱に取り付く形で雷堂が描かれている。大間寺本堂に付属の赤棚のようなものを想像させる。これも本屋の側柱に取り付いている。正面図では雷堂部分の屋根が確認でき、両端の間には壁、レンジ窓、格子戸が確認できる。1791年刊行の大和名所図絵の図でも雷堂部分が確認できる。建物内部では、天井を張らず垂木を見せる、化粧屋根裏は天平建築の特徴の一つである。新薬師寺本堂では、鎌倉時代の改築の際、化粧天井が張られて、もや上部の垂木が見えなくなっていた。雷堂と化粧天井は、明治の修復の際、取り払われて、現在見るような本堂の姿となり、天平建築らしさを現代に伝えている。和辻が見たのはこの修復後の姿である。さて、この建物には珍しい特徴がある。これは、本堂の平面図です。青い線で囲まれたところをもやと言いますが、この堂のもやの張り行きは柱間3間である。通常、もやの張り行き柱間は2間である。東照大寺金堂。高堂。東大寺法華堂小堂部分。いずれももや張り行き柱間2間である。なぜ、新薬師寺本堂はもや張り行き柱間3間なのか。堂内に大きな趣味壇が設けられている。この趣味壇は当初からのものであり、趣味壇のサイズを確保するための措置であったと考えられている。ただし、現在の趣味壇上の薬師如来や十二神将が当初からの像であったかは不明である。この動画で取り上げた、屋根の傾斜、化粧屋根裏、もやの張り行きは現地で簡単に確認できる。新薬師寺をご訪問の際はぜひ注目してもらいたい。ご視聴ありがとうございました。